六湖町民バス車両六湖町民バスは青森県上北郡六湖町が運行する自治体バスである。運行業務は民間委託されており、2019年度は有限会社小原タクシーに委託している。2018年4月1日現在2018年4月1日現在町民バス中央待合所と和田観光電鉄バス六湖中央バス停が近隣 金曜は、縦の公園前を経由せず、老人福祉センターに停車する。当期間は、運行時間が変更になる時間帯あり。火曜、金曜は、縦の公園前を経由せず、老人福祉センターに停車する。当期間は、運行時間が変更になる時間帯あり。火曜、金曜は、縦の公園前を経由せず、老人福祉センターに停車する。当期間は、 運行時間が変更になる時間帯あり。火曜、金曜は、縦の公園前を経由せず、老人福祉センターに停車する。当期間は、運行時間が変更になる時間帯あり。火曜、金曜は、縦の公園前を経由せず、老人福祉センターに停車する。当期間は、運行時間が変更になる時間帯あり。火曜、金曜は、縦の公園前を経由せず、 老人福祉センターに停車する。土日宿及び小学校の春、夏、冬休み期間は運休。ありがとうございます。